ドジャース後、4ジャイアンツ、日本時間3日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手は2日、日本時間3日、本拠地、ジャイアンツ戦に、2番、指名打者、で先発出場し、3打数無安打1死球に終わった。4試合ぶりの無安打で打率点242。開幕から自己ワーストの8試合ノーアーチとなった。デーブ・ロバーツ監督は、 若干のタイミングだ。懸命に取り組んでいるところで、うまくいくようになるだろう、と語った。大谷らしさがなかった。初回虫一塁は右腕ウェブの外角低めスライダーに手が出ずに見逃し三振。三回一死は捉えたかに見えたが、打球が伸びずに平凡な中飛に打ち取られた。四回二死一塁は子球を選んだものの、六回二死一二塁の後期では二頃。左腕ロジャースの初球。 外角高めを引っ張ったが、二類、エストラーダの正面だった。指揮官は、彼なら踏み込んで捉えることができるはずなのにそれを逃してしまっている球がいくつかあると思う。それらを打ち上げてして待っているのだと感じている、と分析した。開幕から37打席ノーアーチと自己ワーストを更新。才能に恵まれすぎているので、うまくいかないことにはならない。実績が物語っている。 打撃は難しいということだ。復調の時を指揮官も今か今かと待っている。